にちは。こんにちは。お疲れ様です。昨日ぶり。こんにちは。めちゃくちゃ可愛い。ありがとうございます。今日はチーム企画配信です。チーム M は本日からチーム M はチーム企画配信で、その一人のメンバーになりきって、みんながその人になりきってプロフィール帳を書くという企画をします。じゃーん。先週が阿部若菜ちゃんのことを話すという企画だったので、ちょっとね、先週はまだ始まってなかったんですけど、今週からこの企画が始まります。なので今回は浅尾桃佳ちゃんです。あいうえお順なのでね、浅尾桃佳ちゃんで、あ、名前書くとこ間違えた。いろいろね、あるんですけど、リストが。書いていきます。誕生日ですね。もっちゃんは似顔絵も出身地か。有名な川って何ですか？何がありますか？有名な川。江戸川。隅田川。天の川。お。いっぱいあるんですね。お、道頓堀いいですね。道頓堀かけるかな。最近ハマってること、まっちゃんが最近ハマってること。
ミートボックス、ほんまや、ミートボックスやってましたね。早い。趣味ミートボックス。ハマってることもミートボックス。茹でます。こんにちは、こんにちは。むずいな。近重さんのペンのインクがないです。ああ、じゃあ、すいもうでも終わります、書き終わりますアーニャのスケブ変えたいけどうまくできない。いつも可愛いの書いてくれてありがとうございます。遊びに来たよ、もうありがとう。今はチーム M のプロフィールを書いてます。もっちゃんのプロフィールです。中高団の毎週よかったありがとうございます。嬉しい。人生初ガチ心霊スポットでした。何もなかった。今から飛行機が昨日来てくれてたから今日帰るんですね。海外に荷造りしたちょっとだけしました。こんにちは、こんにちは。お疲れちゃん。必殺技むずいな。こんな感じです。昨日もっちゃんと公演終わりにご飯食べに行ったんですよ。そう、一緒にショールームしてたんですけど、公演終わりに隣で、その後にもっちゃんが行きましょうって言って牛丼食べました部活終わりの学生みたいなことしました。
そうそう、私牛丼にのせる生姜めっちゃ大好きなんですけど、もっちゃん生姜嫌いなんですよ。そう、でも頼んだ牛丼の種類は一緒で、あれおろしみたいな、おろしポン酢みたいなやつ。そう、頼む牛丼は一緒で、豚汁好きも一緒だったんですけど、ちょっと生姜だけは合わなかったですいつも生姜乗せてないんですよね。そう、好み合わへん、やっぱ好み合わへんなって話しました。はじめまして。初めゆいなとしか2人でご飯は多分行ったことなくて、後輩のこと多分ちょっと忘れてるだけかもしれへんけど、多分2人だけで行ったのゆいなだけなんですよね。初めてゆいな以外の後輩のこと二人だけでご飯に行きました。そう、二人でご飯行って全然、まあもっちゃんがねいっぱい喋ってくれるから、そう次のチーム離れちゃうからね。ペン開いてた？はい、もう書き終わりました。こんにちは。はじめまして、こんにちは、こんにちは。そう、5日にちょいコアの劇場でちょいコアの上映会があるので、ぜひ皆さん見に来てください。読み方合ってるか分からんけど、400見てる、見てますよ。あ、文字から嬉しい、ありがとうございます。あ、嬉しい、みんな申し込んでくれてる、ありがとうございます。ぜひまだ期間あると思うんでお待ちしてます。え、予告見たっけ？予告ね、公開されてたんですけど、結構本格的ですはい、みんなでレイポンもね今回出てくれて、レイポンもねすごい重要な役割をしてくれてるので、ぜひ見に来てください。もうね初めてレイポンと一緒のお仕事したんですけど、一日一緒にいて一日でもうメロメロになりました。超可愛い、めっちゃ可愛いです。ぜひそんなところも見てください。はい、それではランキング読みます。13位やべっちー、12位しゅんさん、11位ナチュラルミネラルひろきさん、10位おさやんさん、9位、ごめん、9位る
ルールロスティさんありがとうございます。8位なかちゃん、7位アルマサトリアさん、ありがとうございます。お、私はインドネシアから来たんです、ありがとうございます。お、インドネシア行ってきます、私も。6位大きな M さん、ありがとうございます。5位野原慎之介のすけさん、4位てう、3位きみかちゃん、2位ライフさん、1位ふっちゃん、ありがとうございます。皆さんおはよう、ありがとうございます。皆さん来てくれてありがとうございました。もしかしたらどこかでこの紙が見れるかもしれません。その時にじっくり見てください。じゃあありがとうございました。バイバーイ、さよなら。